生、もうちょっと詳しくですね、なんか血液がんの方で何かそういったゲノム医療が進んでいるというようなところで、先生の感触などを教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。まあ、そういった遺伝子の状況を見て治療を選ぶ時代が、まあ、少なくともその血液がんという広い対象では、まあ、近づいてきているという状況をお話をしておきたいと思います。今日は私は微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫 DLBCL について、治療のお話をします。これは私の利益相反開示です。今日の話は、このような順序で、進めていきたいと思います。まずはじめに、ディフューズラージ B セルリンフォーマ、微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫、というのはどういう疾患かということを、最近の新しい病理分類を紹介しながらお話をしたいと思います。続いて DLBCL の初回治療、最近承認されたポラ R チップ療法についても、紹介します。後半に再発難治性 DLBCL の治療ということで、これまでの標準治療と、最近承認されたカーティ細胞療法や、今開発中の二重特異性抗体など、まあ、免疫を、の力を利用した DLBCL の治療をいくつか紹介をしていきます。DLBCL の患者さんは、非ホジキンリンパ腫、または悪性リンパ腫全体で、まあ、一番多い、まあ、そういうリンパ腫は様々な病型に分類されますけれども、DLBCL はその中で一番多い、患者さんの多い病気のタイプです。リンパ腫全体で1年間に約3万5千人の患者さんが日本で診断をされています。なので、この割合から言うと、日本で1年間に1万人から1万5千人が DLBCL と診断されているということになります。で、実は DLBCL は、まあ、広い定義での DLBCL だと、大勢の患者さんがいらっしゃるんですが、実はその広い意味での DLBCL に含まれる疾患というのは非常にたくさんあるということが知られています。で、昨年、リンパ腫の病理分類として WHO 分類の第5版というものと、インターナショナルコンセンサスクラシフィケーションという、もう一つの分類、合わせて2つの別の分類が発表されました。で、いずれの分類でも、微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫非特定型 DLBCL ノスという病気のタイプがあり、その他、様々な、特異的なというか、まあ、いろいろな特徴のある微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫の中の亜型というんですけど、サブタイプが定義されているんですが、まあ、それに含まれない広い意味での微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫を、微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫非特定型というふうに言って、まあ、ここに含まれる患者さんの割合が一番多いというわけになります。で、ちなみに WHO 分類の第5版では、以前広い意味での微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫と言われていたものを、全部ひっくるめる表現として、まあ、微慢性じゃない、大細胞型 B 細胞リンパ腫もひっくるめる、包括して表現するという意味で、大細胞型 B 細胞リンパ腫、ディフューズの D を取って、ラージ B セルリンフォーマ、LBCL という表現がされるようになっています。で、これは広い意味での DLBCL という意味と取っていいと思います。で、この、まあ、主に DLBCL 非特定型の患者さんですけれども、臨床経過は、診断される前、未治療での治療を、治療前の進行速度が週から月の単位であると。まあ、比較的早い経過で進行するということで、英語ではアグレッシブリンパ腫、日本語で言うと急速進行型リンパ腫に分類されている疾患です。で、まあ、早く進行するので、症状なく診断されても、まあ、早晩、まあ、治療が必要な症状が出てきたり、臓器の働きを悪くしたりと
まあ、そういった問題を起こすだろうということで、通常診断されたら治療をすぐ始めるということが、進められます。で、ここに挙げているのは、DLBCA の患者さんの一般的な予後で、この赤い線が、まあ、1年後、2年後、3年後にリンパ腫なしで、いる患者さんの、まあ、割合というふうに考えていただいたらいいと思うんですが、まず、数ヶ月の治療を行うことによって、80% の患者さんが完全走行 CR になります。病気が、画像検査でもう病気の症候がない状態になると。で、まあ、その後、再発しない患者さんはいらっしゃって、少なくとも 60% 以上の患者さんが初回治療で治癒、治るということが期待できます。で、ただ、残念ながら、約 20% の患者さんが初回治療によって CR とか、部分走行 PR にならなかったり、こういった場合を難治性と言います。それから一旦 CR 完全走行となった後に再発をしてしまうと。で、というのが、残念ながら事実でありまして、まあ、こういうことがなるべく起こらないようにする。それから、こういう、こと、すなわち再発、難治性に患者さんがなってしまったとしても、その後、良い治療があるということが期待されるわけです。で、リンパ腫の患者さんの CT と、あと PET CT を示します。これはお腹の CT の画像で、背骨があって、まあ、大動脈があって、まあ、ここに大動脈の周りのリンパ節が数センチの大きさに腫れています。で、PET CT では、FDG という薬が、このリンパ腫の病変があるリンパ節に取り込まれて、このように光るような、形で、見えます。で、そういうことで、まあ、この場合は、はっきりと CT で異常だとわかるリンパ節病変なんですけど、CT でははっきり、リンパ腫の病変か、まあ、わかりかねるような病変でも、PET で、こう光ることによってリンパ腫の病変だというふうに認識することができます。で、現在、そのリンパ腫の患者さんの治療前のステージングには PET CT を使うということが進められていて、で、治療前だけじゃなくて治療が終わった後の効果判定にも PET CT を使うことが進められています。で、リンパ腫の患者さんでは、治療後、ある一定の大きさの病変が CT では残ってしまうことがあります。で、これが、治療が不十分で病気がまだ残っているのか、それとも治療は十分で、もう CT では何か、形が映ってるけれども、ここにはリンパ腫の、病気がもうすでにないのか、今までははっきりわからなかったんですが、PET CT を用いることによって、ここにリンパ腫がいるかどうかということが、まあ、判断できる、まあ、予想できると。ということが言われていて、現在の治療効果判定基準では、リンパ腫の患者さんでは PET CT を用いて判断をして、CT でコブが残っていても PET で光ってなければ完全走行 CR と判断するというふうになっています。では、DLBCL の初回治療の話をします。DLBCL の治療の骨格は、ドキソルビシンというアントラサイクリン系抗がん剤を使ったチョップ療法です。チョップ療法は3週ごとの点滴治療を6回から8回、まあ、6波から8コース繰り返すというもので、これは1960年代に開発をされて、最初1970年代に、まあ、報告をされたというもの、1970年代かな、に報告をされたというもので、まあ、長らく使われてきました。で、1990年代の 後半にリツキシマブという薬が作られて、これは CD20 という B 細胞の細胞膜にある抗原に対する抗体なんですが、これはいろいろなメカニズムで、DLBCL を含む B 細胞リンパ腫に対して効果的だということがわかり、で一方で、抗がん剤に特有の白血球が下がるような副作用が あまりないと。いうことが分かって、まあ、元のチョップ療法にリツキシマブを併用する治療、すなわち R チョップ療法が開発をされました。で、元々のチョップ療法と R チョップ療法と比較する、
ランダム化比較試験第3層試験というのが行われて、2年の無イベント生存割合が38から 57% に、向上し、2年の生存割合も 57% から 70% に上がった。で、まあ見方を変えると、まあより多くの患者さんが治せるとようになったということが分かって、R-CHOP 療法が、DLBCL の初回治療として標準的治療となりました。ただもうちょっといろいろな工夫をすると、治療効果がより良くならないかということで、様々な、工夫をした治療が開発をされて、R-CHOP 療法との比較試験が行われました。例えば、R-CHOP 療法後に、自家移植を追加するような治療や、R-CHOP 療法は3週に1回の治療なんですけど、GCSF を用い、併用しながら2週に1回使う治療。それから、DA エポック R 療法のように、点滴を数日間、持続的に、点滴を、抗がん剤を数日間持続的に点滴をしたり、点滴治療後の、白血球減少期の血液検査を見て、次のサイクルの、治療の抗がん剤の容量を、調整するような、まあ、複雑な治療ですけど、まあ、それらが R-CHOP 療法との比較大、ランダム化比較試験が行われたわけですが、いずれも R-CHOP 療法より優れるということを示せませんでした。ところが最近、このプラツズマブベドチンという抗体薬物複合体を併用する新しい治療が R-CHOP 療法よりも、良好な治療効果を示すということが示されました。で、プラツズマブベドチン、ポライビーという商品名ですが、これは抗 CD79B 抗体と、薬物を組み合わせた、抗体薬物複合体です。CD79B は B 細胞の分化抗原で、これは CD20、リツキシマブの標的と、まあ、似たような性質で、正常の B 細胞や B 細胞腫瘍の細胞膜の表面に、あります。で、抗体に、このような MMAE という抗がん剤をくっつけた薬剤で、点滴をすることによって腫瘍細胞の細胞膜に、結合して、細胞の中に取り込まれて、リンパ腫の細胞の中で抗体と薬物の結合が切れて、薬物が効果を示すと、そういう薬剤です。なので、リンパ細胞に特異的に、まあ、抗がん剤を送り込むことができる、まあ、一種の分子標的薬です。で、主な副作用は末梢神経障害、しびれと血球減少症です。で、R-CHOP 療法を、基盤として、副作用で末梢神経障害がプラツズマブベドチンではあるため、R-CHOP 療法で使うビンクリスチンも末梢神経障害がよくありがちな副作用なので、これを除いたものにプラツズマブベドチンを加えた治療、すなわちプラ R-CHOP 療法と R-CHOP 療法とを、どっちがいいかというのを比べる試験が行われました。で、それが、ここに示すポラリックス試験というものです。対象は CD20 陽性の DLBCL の患者さんで、DLBCL 非特定型の方が、大部分で、まあ、その他いろいろな、DLBCL の他の、タイプの患者さんも対象になっていました。ただ、露放性リンパ腫の形質転換の方や、重核原発の大細胞型 B 細胞リンパ腫の患者さんは対象になっていませんでした。で、リンパ腫では国際予後指数 IPI というのがあって、年齢とかステージとか、診断された時の血清 LDH の値などで、予後、すなわち治りやすさ、治りにくさを、予測する、因子があって、それの数によって2点から5点の患者さん、すなわち、IPI が0、1っていう、予後不良因子がないような条件のいい患者さんは対象にならない。
で、あと年齢が80歳以下の患者さんが対象となって、ポラールチップかアルチョップか、どっちの治療を受けるかというのを、無作為にこう割り付けて、無増悪生存期間を比べるという試験が行われました。で、そうしたところ、2年の無増悪生存割合が 70% から 76.7% に、向上したと、上昇したと。で、生存期間には差がなかったんですけれども、まあ、このように無増悪生存期間でポラールチップ療法の方が良かったということで、日本を含めて、ヨーロッパやアメリカでもこのポラールチップという治療が承認をされました。ただ、まあ、この評価にはいろいろな考え方があって、まあ、2年の PFA、無増悪生存割合の差が 6.5% であると。まあ、あんまり大きな差がないんじゃないかという考え方。それから、生存期間の差がないんであれば、まあ、こういった新しい治療をする必要がないんじゃないかというようなことを考える先生も、世界中にはいらっしゃいます。ただ、まあ、副作用の点では、R-CHOP 療法とポラー R-CHIP 療法っていうのは大体同様で、末梢神経障害になる患者さんの割合や重症度、それから高中級減少症をきたす患者さんの割合や重症度は、ほぼ同等です。ただし、この試験では、GCSF の一時予防といって、抗がん剤治療を打ったら、まあ、白血球が下がってくる前から、GCSF という白血球、好中球を増やすお薬を注射して、好中球がなるべく減らないように、まあ、予防的に、こういう薬を使うということが必須になっていて、まあ、これをやりながらこういう結果でした。で、発熱性好中球減少症といって、まあ、治療と治療の間の期間に、まあ、主に白血球が少ない時期に、細菌感染症による、発熱、を起こすんですけれども、まあそういったことも 8% から 14.3% と、ポラールチップ療法って新しい治療の方が多かったです。で、まあこのような臨床試験で、まあその無増悪生存割合が高くなる、まあ治る患者さんの割合がよく増えるんじゃないかというふうに、なことを示唆する結果が得られているポラールチップ療法ですけれども、3週に1回の治療を6コース繰り返すというもので、GCSF の一時予防を、年齢によらず、行うというような治療です。で、薬剤師なんですけれども、R-CHOP 療法とポラールチップの違いは、まあ、ここのビンクリシンと、プラツンベドチンと、あとはここの GCSF の一時予防の、まあ、年齢が若い患者さんでは、R-CHOP 療法では GCSF の一時予防を行わないので、これが、まあ、もしこちらで行わないような年齢が若い患者さんだと、結構値段が違います。ビンクリシンは1コースあたり4200円。で、ポライビーは1コースあたり、まあ一般的な体重の方で言うと120万円がポライビーにかかる費用で、GCSF としてよく使われ、最近よく使われるようになった G ラスタのボディポットというものなんですが、これは1回あたり11万円かかります。そうすると、まあ、6サイクルあたりの費用を比較すると、こちらの治療の方が670万円高くなるということになります。で、ただ、まあ、日本では、まあ、高額療養費の制度があって、まあ月あたりに支払う必要がある医療費というのに、まあ、上限が設定されていて、まあ、その、薬剤費というか、本来その制度がない場合に、保険診療の自己負担分として支払わなくちゃいけない部分の、比例部分、金額比例部分っていうのは、実はそんなに高くないので、まあ、こちらの治療であろうが、右の治療であろうが、あんまり、患者さんの自己負担は大きく違わないというふうにはされています。ただ、まあ、医療経済に与える問題というのは、各国でいろいろ議論はされて、いるところであります。で、微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫 DLBCL っていうのは、生物学的にいろいろな種類のリンパ細胞がいると、まあ、多様な病気であるということが言われていて、
遺伝子発現プロファイリングといって、患者さんの DNA、ゲノムから、メッセンジャー RNA というのが作られて、まあ、それを、そこから、タンパク質が作られると。で、そのタンパク質が機能を持っていろいろな細胞の働きを、司るということになるんですが、その途中のメッセンジャー RNA の、まあ、プロファイル、パターンを調べることによって、DLBCL は GCB 型か ABC 型かに分かれるということが知られるようになっています。で、これ自体はもう20年前に報告をされ、20年以上前に報告をされたものですが、GCB 型と ABC 型と比べると、このように、治りやすさが違うということが分かっていて、R-CHOP 療法の時代になってから、その差は、縮まってきてるんですけど、それまでも ABC 型は予防が悪い、治りにくいということが知られています。で、ABC 型の DLBCL では、腫瘍細胞で、病気の細胞の細胞表面に B 細胞受容体というものがあるんですけど、まあ、そこから、細胞が増えるように、または死なないようにという、シグナル、信号が細胞の核に向かって伝わっていて、まあ、これがリンパ細胞が生きていったり、生き続けたり、増えたりするために必要な信号です。で、その信号を伝えるタンパク質に活性化するような変異が特徴的にあるということが分かっています。で、この信号を伝える途中に BTK というタンパク質があって、BTK の働きを抑える BTK 阻害薬というのは、まあ実はいくつかの種類の薬があって、慢性リンパ性白血病やマントル細胞リンパ腫、あと原発性マクログロブリン血症に対してはもう薬として使われています。で、具体的にはイブルチニブという薬なんですけど、この薬剤を、再発難時の微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫の患者さんに使った場合、ABC 型にはよく効いて、GCB 型にはあんまり効かないということが分かっています。ということで、まあ、ABC 型、または GCB 型じゃない DLBCL の患者さんを対象に、R-CHOP 療法にさらにイブルチニブを上乗せすることによって治療成績が良くならないかという臨床試験が行われました。残念ながら試験全体の結果は、イブルチニブを併用した R-CHOP 療法は、プラセボ、偽薬ですね、を併用した R-CHOP 療法と比べて差がなくって、プライマリーエンドポイントに立つ。これは、試験で元々の仮説が証明されず、イブルチニブプラス R-CHOP っていうのは、承認に至らなかった。そういう結果です。ただ、年齢の若い患者さんで見ると、イブルチニブと R-CHOP を併用した方が、無イベント生存期間っていうのが、良くなるということや、さらには生存期間、も良くなるということも分かっていて、イブルチニブを併用することのメリットは少なくとも一部の患者さんにはありそうです。で、最近、まあ、様々な癌でゲノムを調べて、まあ、患者さんの主要細胞、癌細胞の遺伝子を調べて、その遺伝子異常に基づいて、治療薬を決めるという、まあ、プレシジョンメディスンという、個別化医療の動きが非常に盛んです。で、リンパ腫でも、そういうことができるかということを今紹介した、イブルチニププラスアルチョップの試験の、に参加した患者さんで、検討が行われました。で、ABC 型 DLBCL、まあ、これは遺伝子発現プロファイルで、規定される DLBCL の、タイプですけれども、もう少し詳しく細かく調べると、遺伝子、ゲノムのレベルでは、DNA のレベルでは、もっと複数のタイプに分かれるということが分かっていて、この MCD 型というタイプの、患者さんでは、特にイブルチニブの治療効果が優れていて、イブルチニブと R-CHOP を併用した治療だと、ほとんどの患者さんが再発をしない。一方、プラセボと R-CHOP、まあ、すなわち R-CHOP 療法を行った患者さんでは結構再発をするということで、まあ、こういう患者さんを遺伝子を調べることによって見つけて治療、イブルチニブ併用の治療で行えば、まあ、メリットが非常に大きいんじゃないかということは考えられます。
ただ、若い患者さんでも全体の、10% 程度にとどまると。で、しかもこれは非 GCB 型の患者さんの 10% で、DLBC の患者さん全体では約 5% にとどまるということが考えられるので、まあ、DLBCL の患者さんのうち、まあ、30% の患者さん、すなわち、GCB 型じゃない患者さん、ノン GCB 型、または ABC 型の患者さんであれば、3000人ぐらいいらっしゃって、まあ、そういった患者さんを対象に第3相試験というのが行えるんですが、DLBCL 全体の約 5% の患者さんにとどまるということであると、例えば日本だと、年間500人ぐらいしかいないと。ということが予想されるので、なかなかそういった患者さんを対象に R-CHOP 療法と別の治療を比較して、まあどっちがいいかを比べる臨床試験というのが難しいということになってしまいます。で、未治療の DLBCA の患者さんを対象とした第三相試験というのはいくつかまだ行われているものがあって、例えばアカラブルチニブというイブルチニブよりも新しい世代の BTK 阻害薬を R-CHOP に、加える試験。や CD19 を標的とした抗体タファシタマブとレナリドミドを併用した、タファシタマブタファレナ R-CHOP というのを見る試験や、後から紹介する CD20、CD3 の二重特異性抗体であるエプコリタマブを R-CHOP と併用する試験なども行われています。いろいろな試験が第三相試験として進行中で、まあ、より良い治療の開発というのはポラールチップで終わりというわけではなくて、まだまだ続いています。で、この、ポラールチップですけれども、先ほど紹介した細胞起源の、タイプっていうと、ABC 型の患者さんで特に治療効果が高いんじゃないかということが言われていて、まあ、もしかすると、このポラールチップの対象を選ぶ際に、こういったものも参考になるような、時代が来るかもしれません。さて、DLBCL は様々な病気のタイプに分かれているということをお話ししましたが、今までの話は主に一番、よくあるタイプの DLBCL の NOS 非特定型についてのお話でした。で、この中で、続けられる中枢神経原発の微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫ということについて少しコメントすると、主に、脳にできる、DLBCL のことで、まあ、その場合は R-CHOP 療法とかポラ R-CHIP 療法では残念ながら効果が乏しいということが分かっていて、まあ、脳の組織に抗がん剤が届くような、まあ、ことを考えて抗がん剤の選択をする必要があると。で、メトトレキサート大量療法とか、シタラビン大量療法などが、まあ、それに、その目的に合致した治療ということが言われています。で、一方、DLBCL の患者さんの一部は、脳に再発を起こしやすいということが知られていて、まあ、治療の基本は R-CHOP とかポラールチップなんだけれども、背中から、髄腔内に直接抗がん剤を入れるような治療とか、メトトレキサートとかシタラビン大量など血液脳関門という、まあ、抗がん剤が脳に届きにくくするようなメカニズムを、まあ、超える、抗がん剤による再発予防の実施が選択肢となっています。次に、まあ、10年ぐらい前から問題視されているダブルヒットリンパ腫で遺伝子で MYC という遺伝子と BCL2 の再構成がある患者さんを対象として、まあ、治療どうしたらいいかというのは今、血液内科の医師にとって大きな問題となっています。で、WHO 分類第5版も、このインターナショナルコンセンサスクラシフィケーションでも、MYC と BCL2 の再構成がある場合に、まあ、特に予後は悪いということがわかっているので、ここに特にまあ、注目しましょうということが言われていて、MYC と BCL6 の再構成の場合には、ちょっとまだ、本当に治療を変えなくちゃいけないのかわからないということが言われています。で、MYC という遺伝子に、点座がない患者さんとダブルヒット、トリプルヒット、BCL6、BCL2、MYC に点座がある患者さんを見ると、まあ確かにダブルヒット、トリプルヒットの患者さんの、
は、じゃ特に治りにくくって、最初の1年に、再発をしてしまう方が 30% 以上いるということが言われています。で、こういったダブルヒットの患者さんをフィッシュという染色体を見る検査で積極的に診断をして、このカナダのグループでは、まあ、そう診断され、ダブルヒットリンパ腫と診断されたら、R-CHOP 療法じゃなくて DA、POCR 療法に治療を変えることで、よく、治療成績が良くならないかということを、まあ、取り決めをして治療して、比べてみましたと。そうした場合、DA、POCR 療法の方が、治療成績が良かったですよということを報告をしています。ただ、これは、同じ条件の患者さんを、どっちの治療に割り付け、どっちかの治療に、ランダムにこう振り分けて、治療効果を比べた試験ではないので、あんまりこう強い根拠を持って、ダブルヒットリンパ腫の患者さんに対して DA、POCR 療法の方がいいと言えるわけではないです。ただ、まあ、間接的な、証拠というか、間接的な所見として、DA、POCR 療法の方が優れている可能性があるということであります。さて、DLBC の治療は初回治療として大抵6サイクルぐらい行うというのが、現在の一般的な治療方針となっていますが、限局期、ステージが1、2であったり、あとは、IPI、国際予防指数という、もののリスク因子がない場合には、もっと R-CHOP 療法の回数が少なくてもいいんじゃないかということが言われています。で、まあそういった低リスクの患者さんを対象に、R-CHOP 療法と R-CHOP 療法4サイクルを、R-CHOP 療法6サイクルと R-CHOP 療法4サイクルを比べた試験が行われていて、低リスクの DLBCL の患者さんでは、R-CHOP 4サイクルが R-CHOP 6サイクルに劣らないという結果が、第3相試験で、示されています。で、まあ、この試験は60歳以上の患者さんは含まれてなかったんですけど、まあ、60歳以上の患者さんを含む同じような条件の患者さんを対象として、R-CHOP 療法を3回行って、途中でペットを取って、陰性であれば、R-CHOP 療法を4サイクルまで行って治療を終了するというような臨床試験も行われていて、まあ、同様の結果が示されています。なので、DLBCL と診断されても、低リスク、リスク因子が少なければ4サイクルで治療するというのも治療選択肢になっています。では、後半の再発難治性 DLBCL の治療についてお話をしていきます。DLBCL が初回治療で CR に至らなかったり、一旦 CR となった後再発をしてしまった場合には、サルベージ化学療法といって、複数の薬を組み合わせた、多剤併用の二次治療が行われます。RAChAP 療法とか、CHASER 療法とか、RICE、RDEBIC、RGDP、まあ、こういったものがよく使われるサルベージ治療だと思います。で、ほとんどで、シスプラチンやカルボプラチンという白金製剤と言われる種類の抗がん剤が含まれています。で、まあ、いろいろな治療があるんですけれども、まあ、このうちどれを使うかというのは、まあ、どれが優れているということを示した臨床試験はないので、まあ、施設によって使い慣れたものを選ぶということになると思います。で、年齢が、まあ、65歳から70歳以下で、特に臓器障害があんまりない。併存疾患がないような患者さんでは、DLBCL の再発難治となった患者さんでは、サルベージ化学療法を行って、これがよく効いたら、次回移植に進むということが進められています。で、これはこの試験をもとに、そうなっているわけなんですが、化学療法を行った後、PR または CR が得られた患者さんで次回移植を行うか、そのまま効いた治療を続けていくかに、こう、ランダムに振り、割り付けて治療効果を見たら、次回移植をやった方が治る患者さんの割合が増えた。生存割合も高くなった。まあそういうことで、再発難治の患者さんではまずサルベージ化学療法を行って、効いたら次回移植に進むということが進められています。
ただ実際 R-CHOP 療法でかなり多くの患者さんが治るようになったと。逆に R-CHOP 療法を行った後治らない再発難治となる患者さんは、まずそもそも二次治療が効きにくくって、特に次回移植が、R-CHOP 療法後、CR 期間、完全走行になった期間が1年に満たないような早期再発の患者さんでは、化学療法に、が効果的な割合が 30% 弱にとどまり、次回移植に進める割合は 26% の患者さんにとどまると。で、その、サルベージ化学療法次回移植というやり方だと、なかなか多くの患者さんが、救えないということで、もっといい治療がないかということが検討されました。で、まあ、そういった患者さんの予後を見ると、まあ、3種類目の治療を行った場合、そもそも、腫瘍が約 50% 以上ちっちゃくなる可能性が、それを全走行割合っていうんですけど、26% にとどまり、3種類目の治療で CR、完全走行を得られる可能性は 7% にとどまると、10% 未満なんですね。これを何とかしたいっていうことで、開発をされて、今利用されているのが CAR-T 細胞療法ということになります。CAR-T 細胞療法では、患者さんからリンパ球を採取して、で、そのリンパ球に、まあ、遺伝子治療を用いて、まあ人工的な遺伝子を導入します。で、その遺伝子が作るタンパク質は、T 細胞、患者さんの T 細胞に、まあ、リンパ腫の細胞に、まあ、くっつく抗体の部分と T 細胞が増える刺激を出す部分。まあ、こういったもの、タンパク質を人工的に作って、まあ、そういうタンパク質を作る遺伝子を人工的に作って、患者さん自身のリンパ球に投入する。そういうもので、まあ、患者さん自身から白血球、リンパ球を取って、CAR-T 細胞の製造施設に送って、そこで遺伝子導入が行われて、遺伝子が導入されたリンパ球がカーティ細胞として増えて、一定の基準をの、満たすということが検査で分かったら、凍結されて、医療機関に戻ってきて、で患者さんは、リンパ球除去化学療法という抗がん剤治療を、3日ぐらいかけて行った後、このカーティ細胞を、輸血みたいにして、点滴をすると。で、患者さんの中で、CAR-T 細胞が増えて、腫瘍を、リンパ腫をやっつけると。まあ、それに期待した治療です。で、世界的には B 細胞リンパ腫を標的とした CAR-T 細胞で、4つ承認をされていて、日本でも、ここに、左側の3つの CAR-T 細胞療法が、承認をされています。で、それぞれ、対象疾患が少しずつ違ったり、CAR-T の構造が違ったり、まあ、作り方が違ったりします。で、CAR-T 細胞療法の、共通する合併症としては、サイトカイン放出症候群といって、まあ、CAR-T 細胞が腫瘍細胞と反応して、増える際に、CAR-T 細胞や周囲の細胞から出るサイトカインという物質によって発熱をしたり、呼吸不全になったり、血圧が下がったりと、まあそういった副作用があります。で、以前は、重症化する患者さんが結構いて、まあ集中治療室に行って管理しなくちゃいけない患者さんも、それなりにいらっしゃるというふうに言われていたんですが、現在は、トシリズマブとかステロイドなど、サイトカイン放出症候群、CRS の管理の仕方が、だんだん確立してきていて、まあ、重症化する患者さんの割合というのは減ってます。ただ、残念ながら今でもあります。で、もう一つ、神経合併症といって、やはりCAR-T細胞と、まあ、腫瘍細胞との、反応や、まあ、そのCAR-T細胞が、神経に作用することによって起こる合併症があります。やはりこれも重症化した場合は集中治療室での管理が必要になったり、場合によっては、死亡に至るような患者もいます。で、もう一つ血球減少症も、CAR-T 細胞療法の特徴的な副作用で、まあ、抗がん剤治療の副作用としての骨髄抑制だけじゃなくて、まあ、一種の、まあ、免疫応答の結果として、
ちょっと、そのメカニズムはよくわかってないんですけれども、好中球や血小板などの血球成分が、カーティ細胞療法を数ヶ月以上にわたって続くということがあります。あと、カーティ細胞は、正常の B 細胞に対しても作用するので、B 細胞が、持続して減ったり、低ガンマグロブリン血症という、免疫に必要なタンパク質が少なくなったりするということで、免疫不全を起こして感染症を起こしやすいということもあります。で、DLBCL の、最初承認されたのはサードラインといって、次回移植後の再発とか、次回移植をやろうと思って、二次治療をやったけれども効かなかった患者さんでの、3種類目の治療として承認されたんですけれども、世界的にはイエスカルタと、この、カーティ細胞療法が一番よく使われているんですが、このイエスカルタの5年フォローアップ、臨床試験の5年フォローアップでは、約 40% の人が再発なしで長期の生存をしているということが言われていて、カーティ細胞療法は、1回の治療なんですけど、それで、サードラインの患者さん、3種類目の治療としてこの治療を受けた患者さんの、40% ぐらいの患者さんが、治癒、治るんじゃないかということが期待されています。で、サードラインよりももうちょっと、早い時期、セカンドラインといって、R-CHOP 療法後の、再発、CR 期間1年未満の再発や、R-CHOP 療法中に進行してしまったような患者さんの2種類目の治療として、次回移植を目指した治療か、カーティ細胞療法に直接進むかという、ランダム化比較試験が行われて、その結果、イエスカルタ、アキセルと、ブレイアンジ、ティサセル、失礼します。ブレイアンジ、ライソセルについては、カーティの方が、これまでの標準治療よりも良かったという成績が報告をされています。で、キムリア、ティサセルについては、これまでの標準治療と成績が変わらなかったと。ということで、このアキセル、イエスカルタとブレアンジ、ライソセルは、DLBCL の、CR 期間1年未満の高リスクの患者さんですけど、セカンドラインで、カーティ細胞療法を行うということが日本でも承認をされています。で、これは詳しくは言いませんけど、日本で承認されているカーティ細胞療法は、同じ DLBCL であったとしても、対象となる患者さんの条件というのが違っています。で、ただ、この条件に相当する、対応する患者さんで、すべてカーティ細胞療法が実施できているかというと、残念ながら、世界中で、そういうふうにはできていないと思います。で、一つは、カーティ細胞療法の実施施設が、まずは限られている。十分多くない。もう一つは、アフェレーシスのできる、枠、それからカーティ細胞療法を、カーティ細胞を製造する枠がまだ限定的で対応できてない。それからアフェレーシスの、予定が入るまで、待ち時間が必要ですし、アフェレーシスをした後、輸中まで待ち時間が必要で、特に、症状を起こし、症状を持って再発をした患者さんや、腫瘍量が多い患者さんでは、アフェレーシスまで何も治療しないで待つということができないので、なかなかセカンドラインでのカーティ細胞療法というのが、簡単にはできないというのが現状です。で、そういうことで、もう少し、その免疫を利用した治療で、すぐに患者さんに使える治療がないかということで期待されているのが、この CD20、CD3 の二重特異性抗体というものです。二重特異性抗体はリツキシマブと同様に、抗体の薬で、点滴で用いる薬です。で、この二重特異性抗体は CD20 陽性のリンパ腫細胞と CD3 陽性の、T 細胞、免疫細胞ですね、をくっつける効果を持っています。で、リンパ細胞の近くに免疫細胞を、近づけることによって、この免疫細胞から細胞を壊すような力を持ったタンパク質
が、出て、リンパ節に対する攻撃をしてくれるだろうと。まあ、それに期待したチームです。で、まあ、いろいろな企業がいろいろな二重特異性抗体を開発をしていて、まあ、点滴の薬があったり、皮下注射の薬があったりで、まあ、少なくとも日本ではこのエプコリタマブという薬剤が、承認申請が出ていて、まあ、その結果承認が得られれば、このエプコリタマブが一番最初に使えるようになる二重特異性抗体になると思われます。で、このエプコリタマブの臨床試験では DLBCL の、まあ、サードラインの患者さん、3種類目の治療として行われた患者さんが、3種類目以上の治療として行われた患者さんが多いんですが、走行割合が 63%、CR の割合が 38% で、カーティーと同様にサイトカイン放出症候群や神経有害事象が起こるんですけれども、まだまだ、経過観察期間が長いわけじゃないんですけれども、まあ、このようにカーティー細胞療法と、まあ、よく似たような、治療効果が得られ、報告をされています。で、まあ、その他、移植非適応の再発難治 DLBCL の患者さんに対しては、まあ、先ほど DLBCL の初回治療に承認されたポラツズマブベドチンとベンダムシンリツキシマブを併用したポラ BR っていう治療が、これは約2年前ですかね、国内でも承認をされて使われるようになってますし、現在開発中の治療としては CD19 抗体のタファシタマブとか、あとは CD19 を標的とした抗体薬物複合体のロンカスタキシマブテシリ、まあ、こういった薬剤もあります。これらはいずれも、国内で臨床試験が行われているところであります。で、最後に、免疫チェックポイント阻害薬についてお話をします。これは代表的な薬剤、抗 PD-1 抗体で、ニボルマブ、オプジーボとか、ペンブロリズマブ、キートルーダ、まあ、そういった薬剤です。で、リンパ腫だと、再発難治性古典的保持菌リンパ腫に対して既に承認されて使われています。で、DLBCL 全体に対しては、PD-1 抗体っていうのはもう、治療効果は、全然いまいちなんですけれども、広い意味での DLBCL である重核原発の大細胞型 B 細胞リンパ腫では、ペンブロリズマブという PD-1 抗体が、走行割合が40数%、CR 割合も 10% から 30% で治療効果が認められていて、米国欧州では承認をされていて、まあ、日本でも国内で、臨床試験が行われて承認申請が出ています。で、その他、NK リンパ腫などでも、PD-1 抗体が効きやすいんじゃないかということが、まあ、生物学レベルで、言われていて、実際外国では臨床試験が行われて、います。ただ、世界中どこでも NK リンパ腫に対しては、チェックポイント阻害薬は承認をされていません。以上、まあ、いろいろお話をしてきましたけれども、リンパ腫の新しい病理分類で DLBCL というのはいろいろなタイプがあって、まあ、一部のタイプについては特異的な治療が進められると。で、それ以外は DLBCL 非特定型 DLBCLNOS と同様に治療をするわけなんですが、最近ポラ R-CHIP という新しい治療が承認をされたということをご紹介をしました。で、層別化治療としては脳のリンパ腫、中枢神経系のリンパ腫に対しては、メトトレキサート大量療法とか、シタラビン大量療法を含む治療が進められます。で、ダブルヒットリンパ腫では、まあ、施設によっては DAPOC-R 療法を進めているところがあると思います。で、R-CHOP 療法やポラ R-CHIP 療法は最近6サイクルを用いるというのが一番標準的というか、一番よく行われていると思いますけれども、低リスクの DLBCL の患者さんでは4サイクルで十分であるということが最近分かっています。で、再発難治の DLBCL に対しては、カーティー細胞療法が3種類目以降の治療、それから2種類目の治療としても高リスクの患者さんでは対象になっていますけれども、今のところ実施できる施設が限られているということで、十分には対応できてない可能性があります。ただ、今後、
カーティ細胞療法の対象となる患者さんは増えるだろうと思います。で、最後に二重特異性抗体。うん、カーティ細胞療法と同様に、リンパ腫と、T 細胞、リンパ腫に対する T 細胞の免疫に期待した治療ですけれども、今開発中の薬剤が複数あって、まずは DLBCL のサードライン、3種類目以降の治療として、承認をされることが期待されています。私のお話は以上です。どうもご清聴ありがとうございました。井筒先生、どうもありがとうございました。本当にいろいろなね、お薬のことですとか、新しい治療法の話が出てきましたが、このオンコロの動画ではですね、何度でも視聴することができますので、繰り返し見ていただいてですね、理解を深めていただければと思います。先生、ここからはですね、Q&A セッションということで、先生にいろいろなご質問をですね、させていただきたいと思っておりますが、本当、様々なですね、話題ですね、出てきたと思いますが、治療法というところで、その、癌をね、治すようなところも重要かと思うんですが、先生のお話の中で、発熱性好中球減少症ということで、GCSF ですね、好中球減少の予防的な使い方っていうようなところもですね、お話に出てきたと思うんですけれども、一つご質問がありまして、ここに絡んだご質問で、発熱性好中球減少症に対する GCSF 製剤の自己注射が日本でも可能になるなど、患者さんの通院負担が軽減するような、そういった可能性はありますかというようなご質問が来ておりますが、先生、お願いいたします。はい。質問ありがとうございます。ちょっと画面を共有させていただきます。今、共有できてますか？はい。はい。GCSF の一時予防というのは、まあ、抗がん剤治療を行った後、白血球が次のサイクルの抗がん剤治療まで一時的に減る時期があるんですけど、白血球が減ったから注射をするんじゃなくて、白血球が減る前から予防的に、GCSF という白血球のうち下流球、好中球を増やす薬剤を、使うというものです。で、短期作用型の GCSF といって、まあ、1サイクルあたり数回打たなきゃいけないものと、長期作用型の GCSF で1サイクルあたり1回だけ打てばいいというものがあって、まあ、これまでは、必ず、まあ、抗がん剤治療をしている病院か、どこかの病院を見つけて、病院で注射をするほかなかったです。ただ、最近、ペグフィルグラスチムのボディポット製剤といって、抗がん剤治療の日に、皮膚にペタッと貼り付ける形で、まあ、注射が24時間後以上経って、まあ、1日、プラスアルファ後に注射される、まあ、お薬が出て、お薬っていうか器具、付属のお薬が出て、それだと、がん化学療法の日以外に、注射に行かなくても GCSF の予防投与ができる。看護師さんに、貼り付けをしてもらって、で、プラスチック製の、針が体のお腹とかの、皮膚にこう刺さった形で。で、注射が終わると、注射が終わったっていうのがわかるように、なっているので、それを患者さんが剥がして、次の治療の時に持っていくと。まあ、そういう流れになります。なので、まあ、自己注射なしでも、GCSF の、まあ、予防投与、一時予防が、できるようになってきました。ただし、その、ペグフィルグラスチム、G ラスターっていうのは、まず一つは、量が決まってるんですね。で、ちょうど、GCSF、短期作用型の GCSF を、リンパ腫の患者さんだと、11回打つのと同じぐらいの、量がもうすでに入っているんです。で、患者さんによっては、11回分の分を、一度にこう入れると、量が多すぎて、GCSF の副作用の一つである骨の痛みとかが出てきてしまって、結構痛み止めを使わなきゃいけないぐらい大変だったりします。なので、GCSF の短期作用型のものを使える、在宅で使えるといいなというふうに僕個人はも思ってます。で、もう一つは、同じこの長期作用型 GCSF でも、これ結構効果なんですね。で、
最近、海外では、ペルグフィルガグラスチムも、バイオ後続品といって、いわゆる、後発薬に相当するものが出てきていて、で、これはおそらく、ペグフィルグラスチムのボディポット製剤よりもおそらく安いと思われます。なので、在宅で長期作用型の GCSF が使えるようになれば、まあ、より安く、医療費を抑えることができるということで、まあ、これは患者さんにとっても、国にとってもありがたい話なので、まあ、在宅で自己注射ができればいいなと思ってるんですけど、今のところは残念ながら、これが、認められていないです。ただ、まあ、さっき紹介したこの3番のやり方というのが、最近新しく出てきたので、治療の日以外にもう一回注射のために行かなくても、一時予防、GCSF の一時予防ができるようになってきているということはご紹介したいと思います。以上です。先生、ありがとうございます。あ、なるほど。想像以上に深い話で、短期型のもと、持続型っていうものも出てきていて、それによって通院回数を減らしたり、患者さんのその治療の負担とか、そういったものを減らすようなことができるようになってきているということなんですね。はい。結構、オンコロではいろんな眼種の、お話も聞かせていただくケースが多いんですけれども、結構、何でしょうか、治療のど真ん中のその、癌を治すっていうところだけではなくて、そういった、例えば、支持療法とか言われるようなものが進歩していったりとか、その治療をより安全に、よりリスク低く受けられるような、そういった研究とか開発も進んでいるということですかね、先生。そうですね。好中球減少症、または発熱性好中球減少症を減らすっていうこと、それから、まあ、化学療法に伴う悪心嘔吐、吐き気を抑えるっていうことは、リンパ腫を含む抗がん剤治療の一番、基本で、まあ、それができて初めて、予定通りに治療ができるので、非常に大事なことだと思います。そうですよね。辛くてね、ちょっと治療が続けられないということもね、多分結構状況によっては問題になってくると思いますので、そういった継続して治療ができるような、そういったところが整備されていくのもとても大事なことなんだと思いました。先生、ありがとうございます。続いてなんですけれども、先生のお話の中にももういくつか出てきていたんですけれども、まあ、カーティのお話ですとか、そうですね、プレシオメディシンというような言葉で先生表現されていましたけども、イブルチニブのところのお話なんかでも出てきていて、血液がんの方でもそういった遺伝子の方の状況を調べて、治療法を見ていく、探していくような、そういったマッチするような治療を探すようなお話も先生出てきましたが、巷ではよく、遺伝子変異を調べてマッチする、お薬を使っていこうなんて話がですね、固形がんの方で結構出てきているんですけれども、先生もうちょっと詳しくですね、なんか血液がんの方で何かそういったゲノム医療が進んでいるというようなところで、先生の感触などを教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。あ、先生、ミュートになっております。すみません。はい、ありがとうございます。白血病や悪性リンパ腫、あと骨髄腫など、造血機腫瘍、血液がんでは、もう、やはり、遺伝子変異、ゲノムの異常があります。で、固形がん、共通のものもあるんですが、かなりその病気特異的な異常というのがあって、まあ、その場合は調べるべき遺伝子が固形がんでのそれとは違うということになります。ですので、まあ、今のところ保険の制度として、血液がんでのゲノム医療というのはできないんですが、まあ、制度としてできないじゃなくだけじゃなくて、固形がんを対象としたゲノム検査というのが、まあ、ゲノム検査のセットというのが、あまり血液がんでは、まあ利用価値がそれほど高くないということが現状です。ただ、造血機腫瘍を対象とした、遺伝子パネル検査、というのも、日本で開発をされていて、まあ、大塚製薬が開発されているのが先行しているんですが、先駆け指定といって、厚生労働省から、またはその承認をする、PMDA という機関か、ちょっとどっちか忘れてしまいましたが、指定をしていて、まあ、いつになるかはまだわからないんですが、近々、はっきりしないんですが、近々、おそらく承認申請がなされるんじゃないかなというふうに、期待しています。で、まあ、並行して、保険診療で、使える、
血液、造血機使用を対象とした、遺伝子パネル検査が使えるようになるだろうというふうにされています。ただ、実際に使われるようになる病気のタイプ、例えば白血、急性白血病の患者さんだけに限られるのか、リンパ腫の患者さんも対象になるのか、骨髄腫の患者さんがどうかというのはまだ確定していないので、まあ、今後の、議論または決定待ちということになります。ただ、そういった遺伝子の状況を見て、治療を選ぶ時代が、少なくともその血液がんという広い対象、では、近づいてきているという状況をお話をしておきたいと思います。井筒先生、ありがとうございます。井筒先生に1年、毎年参加いただいて、ご登壇いただいていますが、その毎年毎年ですね、アップデートした情報が出てくるということで、本当にこの悪性リンパ腫の領域はですね、進歩が確実に進んでるんだなということをですね、感じながら私も、聞かせていただいておりました。ありがとうございます。まだまだお話を聞きしたいところなんですけれども、そろそろお時間となってしまいました。それでは、井筒先生より最後になりますが、ご視聴の皆さんにメッセージの方をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。今日お話ししてきた内容のうち、新しい治療、カーティ細胞療法とか、特にその開発中のお薬というのは、すぐには通常の日常の診療では使えないものばかりだったりするかもしれません。で、あと、その第三相試験とか、その臨床試験の結果というのも、それぞれの患者さんの個別の事情で、当てはまったり、当てはまらなかったりということがあると思いますので、実際の治療のことは、よく、担当の先生と相談をされたり、必要にと感じられたら、私たちの、施設を含めて、セカンドオピニオン等で、個別にどう考えるかというふうに意見を聞いてみられるといいと思います。で、ただ、新しい治療というのは、常にこういい治療ということは限られないんです、限られないんですけれども、今ある治療が残念ながらあまりいい結果が期待できないということを患者さんが先生から聞かれた場合には、臨床試験または治験というのも、方法の一つだと思うので、そういったものの可能性というのも、積極的に検討していただければと思います。いずれにせよ、よく医療機関の先生方とよくお話をするということが安心につながると思いますので、そういった機会を大事にしていただければと思います。今日どうもご清聴ありがとうございました。